はい、こんにちは、レトルトと申します。ホックド実況プレイ始めていきたいと思います。前回ね、醜いアヒルの子の話をエピソード1、エピソード2と読んできたんですけども、今回エピソード3から読んでいきたいと思います。主人公の女の子ね、友達もいないレベルの、かなりの、醜いアヒルの子というかブスだったんですけども、なんか謎のメッセージが来て、でその人の言うには、その魔法のクリーム塗れば、美人になれるよと。でそのクリーム塗ったら、美人になったわけなんですね。まあその代わりなんか歌声を失ったらしいんですけど、まあどういった、物語になっていくのかちょっと楽しみなんで読んでいきたいと思います。醜いアヒルの子。いるの？妖精さん？ハロー。お礼を言いたかったの。人生で一番素敵な夜だったわ。自分の意中の人となんかパーティーみたいな、行ったの、ダンスパーティーに行ったんだよな。これも全部あなたのおかげよ。そして私が綺麗だから。ボーは今夜白いリムジンで家まで迎えに来てくれたの。すげえ。彼とても素敵だった。シルバーのスーツに明るいブルーのネクタイで、彼の綺麗なブルーの瞳と同じ色。私はキラキラ光るロングドレスを着たの。ボーは彼のネクタイに合う綺麗なブルーのコサージュをプレゼントしてくれた。公園で一緒に写真を何枚も撮ったわ。両親は私たちが一緒にいるのを見て幸せそうだった。両親も見てたんだね。誇らしげだったわ。それから湖の周りを一周したの。リムジンの後ろに乗っているのは私とボーだけ、二人っきりよ。とてもロマンチックだったわ。それから彼は街で一番おしゃれなレストランへディナーに連れて行ってくれた。すごいなんか最高のデートをしてますね。昔のブサイク時代とはありえないね、デート。本当にこれまでの人生で最高の夜だったわ。私をきれいにしてくれてありがとう。ベラが次のテキストを打とうとした時、電話が鳴った。いや、どこにいるの？ボー。ちょっと出ていただけよ。急いで。ホームカミングのキングが一人でぼんやり立ってられないよ。間抜けに見える。わかった、すぐ行くから。あ、まあ、今パーティー中なんだ。ベラはダンスに戻った。どこに行ってたんだい？行ったでしょ、ちょっと出てただけ。おいで、踊ろう。ベラは棒についてダンスフロアに出た。二人はスローダンスを始めた。もう僕から離れちゃダメだよ。わかった？わかった、もうしないわ。ごめんなさい。すごいいい感じに見えるけどな。おい！二人はダンスを続けた。棒はベラの首筋に荒々しくキスしようとした。棒、やめて。え？棒はベラの腰をきつく抱きしめてキスを続けた。ベラちゃんちょっとあれだからね、お硬いですからね。お願い。ボーはベラの願いを聞いてくれない。お願いだから。嫌なのかい？ええ、ここでは嫌。誰も気にするもんか。ホームカミングのキングとクイーンなんだし。ボーはベラをさらにきつく抱きしめた。そしてベラの体中に触ってキスし始めた。ベラはボーを突き放した。もうちゃんと TPO というかね、ここで やって言ってんだから、ちゃんと女の子のこと聞いてあげなきゃ。周りの全員がダンスをやめた。みんながベラとボーの方をじっと見ている。早くこっち来いよ。騒ぎを起こすのならあなたとは踊らないわ。騒ぎを起こしてるのは僕じゃない。ベラはみんなが自分を指さして笑ってるのに気づいた。彼女はまたボーと踊り始めた。ボーはベラの耳元で囁いた。二度とあんな風に恥をかかせないでくれよ。まあクイーンならクイーンの振る舞いがあるみたいな感じなのかな。それぐらいは軽くなんかあしらったりも受け入れたりしなさいみたいな、そういう空気があんのかしら。私はそんな、聞いてるのか？ごめんなさい。そうした方がいい。今夜僕の相手になれてラッキーだと思ってもらわないと。曲が終わった。調子乗ってんな、ボー。ベラは泣きながらダンスフロアから駆け出した。外に出ると彼女は少しの間立ち尽くした。冷たい空気が涙を乾かした。しばらくするとそばかす顔に砂色の髪のパッとしない男の子が近づいてきた。あら、そばかす。そばかすって名前はちょっと、これもしかしてさ、見た目じゃないよみたいなお話なのかな。ちょっと外の空気を吸いたくなっただけ。君の彼氏と何があったのか見てたよ。そうなの？ごめんなさいね。謝らないで。君は何も悪くないよ。本当に大丈夫？すぐ良くなるわ。よかった。もし次のダンスの相手を見つけてなかったら僕ならいつでも。ちょっとあれだろ、思い切ったな、そばかすくん。こっち超美人なのし、クイーンでしょ。男の子はにっこりとして中に戻っていった。ベラの電話が鳴った。離れるなって言っただろ。
ベラはテキストを無視した。なんてことなの？早く家に帰りたい。妖精さん助けて。ボーはひどい男だわ。とても意地悪なのよ。最初はあんなに素敵に見えたのに、見た目はあんなに素敵なのに。混乱してきたわ。どうしたらいいのかわからない。とても悲しいわ。こんな気持ちになったのって。ベラは凍りついた窓からダンスフロアを覗き込んだ。まだまた涙がこみ上げてきた。まあちょっと難しいとこだな。でもあそこまでなんかね、エスコートしてもらってはいるんだからね。リムジンって言ってレストラン行って、まあ難しいとこだな。そばかす顔の男の子と目が合い、微笑みかけてきた。彼は踊りにおいでよというジェスチャーをした。調子乗ってんなこいつ。思い切るな。ベラは涙を拭って中に戻った。彼はベラが中に入ると近づいてきて、彼女の手を取りダンスフロアに連れ出した。二人は踊った。ベラは笑みを浮かべ、だんだん気分が良くなってきた。すると棒が二人が踊ってるのを見つけた。これは棒的にはかなり気に入らない、いらないよな。自分を拒否った女がね、パッとしない男と踊ってるわけですよ。何してるんだ。君の相手は僕だ。僕以外の誰とも踊っちゃダメだろ。ボーはベラの腕を掴んでダンスフロアから連れ出した。彼はベラを外に引きずり出した。彼の目は血走っていた。みんなの前で僕に恥をかかせたな。違うわ、あなたが自分でそうしたんでしょ。黙れ。一人にしてボー。ダメだ。君はクソ女でアバズレだけど。今夜は僕の女なんだからな。別にアバズレじゃないでしょ。司会、今夜のホームカミング、キングとクイーンはステージにどうぞ。ロイヤルロンプの時間です。なんだそれ。皆さんお待ちかねのホームカミングの伝統です。ん？再刊したばかりのキングとクイーンがステージで歌ってくれます。あ、まずいですよこれ。なんてこと。ロイヤルロンプのことすっかり忘れていたわ。もう歌は超下手なんだろうな。来いよ、ステージに上がらないと。無理だわ。二度と僕に恥をかかせるなよ。ボーはベラの腕をつかみ引きずるように中に連れ戻した。ボーの後についてステージに上がるとき、ベラは胃が縮むような思いがした。ボーがベラにマイクを渡すと音楽が始まった。まずいよ。ベラは息を深く吸い込んで口を開いた。するとガラー。本ゲーみたいな感じかな。ジャイアンのベラの口からおぞましい音が溢れ出した。ベラはもう一度試した。ガロッシュワー。観客はドッと笑い出した。ステージから降りろ。なんて醜いんだ。君はクイーンにはふさしくない。ベラは泣き出しホールから走り出した。両手で顔を追って、あら、ラストのショーになりましたね。あー、やっぱ見た目だけじゃないみたいなことなのかな。なんかあれだね、結局美人になってもこう幸運にはなってないとか幸せになってないよね。さあラストですね。ハロー、いるの？妖精さんあれ以来出てきてないな。あ、来た。なあに、かわいい人、お願い助けて。これ以上私に何がしてあげられるかしら。ベラ、あなたが綺麗にしてあげたのよ。それがあなたの望みだったのでしょ。ボーは学校中の人たちの前で私を見捨てたわ。みんなの前に出て歌えなかった時、彼が私が醜いと言った。私の声がひどかったから。そして私を見捨てたわ。私がクイーンにふさわしくないって。みんな私を笑い者にしたわ。あなたの素敵な新しいお友達はどうしたの。あの人たちは友達なんかじゃないわ。これからはもちろん、今までだって一度も。でもボーは本当に私のことが好きなんだと思ってたのに。彼がいない方がいいんじゃない。まあボーは結構強引だよな。でも彼はとってもハンサムだし、学校で一番セクシーな男の子なのよ。クォーターバックだしね。好みは人それぞれよね。妖精さん、なに、私もう綺麗でいたいなんて思わないわ。そうなの。ええ。どうして。ボーはひどい男だった。みんなが私のことを笑ってたわ。私きっと違うだろうと思っていたの。もし私が綺麗だったらって。でも同じだったわ。嘘をついたのね。まあ
そんなことしてないわ。妖精さんに当たってどうすんのよ。あなたの望み通りしてあげただけよ。綺麗になりたかったんでしょ。でも私は、ベラはためらった。どう思ってたの、ベラ。綺麗になったら友達ができるって思ってたのよ。あんまりにも美人で、男を手玉に取ってたら、女の子の友達もいないのかな。なのに、今までよりもっと孤独だった。その上、今の私は、私の声を取り戻したい。もう一度歌いたいの。もう一度歌う必要があるのよ。私今、とっても辛いの、妖精さん。わかるわ。自分の声があった時は、歌って苦しみを忘れることができたのに、今は、苦しみを忘れることができないのか。今は全部失ったキム。ベラはうなだれて泣きじゃくった。よしよし、いい子だから落ち着いて。私が言ったことを思い出して、何でも引き受けるわよ。私の声を返して、お願いよ。それがあなたの本当に望むことなのね。ええ。醜くても歌える方がいいわ。これ難しいな。なんかもっとうまくできなかったのって思うけどね。まあほどほどが一番ってことなのかな。見た目は綺麗だけど、ひどい声でいるより。わかったわ。家に帰って眠るのよ。朝目覚めたら全てがあなたの望み通りになっているわ。ベラは家に戻り、泣き疲れて眠った。翌朝、ハロー可愛い人。嘘。聞いてるわ。もちろんそのはずよ。以前の私に戻ってる。その通り、ブスになっちゃったのか、夢を見たのかと思ってた。夢が現実になることもあるのよ。つねってみないとね。つねってごらんなさい。その顔はつねったところで何も。ありがとう、寄せさん。ん？パーソン2。どういたしまして。何パーソン2って。その後。ベラは学校のホールで古い友達のそばを通り過ぎた。古い友達、小学校時代とか、なんかそばかすくんとなんかうまくいったりせんのかな。よう、パグの顔、あ、ジェイク。あ、ジョシュ。ひって、マジでブスだな。やあ、ブサイク、イカレ女に見えるのはどんな気分だい。ひどいな、イケメン三人衆。その後、ヨセさん、そこにいる。学校で最悪、今まで通りだわ。会う人みんなが私を笑うの。クイーンだったことってのはなかったことになったのかな。ボウもね。みんな、綺麗なベラなんて存在しなかったみたい。傷つくわ。でも、どうすればいいかは分かってる。ベラは音楽室に行き、静かな片隅に佇んだ。彼女は目を閉じて歌い始めた。しばらくすると、誰かに見られているような気がした。あ！そばかす来るぞ、これ！いや、そばかす！あ、ハロー。君が歌ってるのが聞こえたんだ。綺麗な声してるんだね。ありがとう。僕、ピアノを弾くんだ。あら、そばかす！素敵ね。時々、君が歌うのに合わせて弾かせてもらってもいいかな。どうかしら。ちょうどバンドを始めようかと思ってたんだ。一緒にやろうよ。人前で歌えるとは思えないわ。ホームカミングでのことを言ってるの？まあ聞いたの、ひどい、あ、でもクイーンだったことあるんだ。そのことあるんだ。ステージで上がってただけだよ。誰でもそんなもんさ。君は素晴らしい声をしてるよ。ありがとう。僕のことを覚えてないかな。ホームカミングで一緒に踊ったよね。もちろん覚えてるわ。君の彼氏が切れたね。そうだったわね。まあもう彼氏じゃないけど。それはよかった。そう？ああ。あの男が本当に嫌な野郎っぽかったから。そばかすはベラににっこり笑いかけた。彼は笑うと可愛く見えた。ベラも彼に笑い返した。どうしてあれが私だったと分かったの？いつ？たった今よ。違う風に見えない？どうして？ダンスの時私綺麗だったけど今は違うでしょ。そういえばちょっと違って見えるかな。あれもちょっとなんだ。全然違うはずでしょ。ベラはがっかりした。でも、いい意味でだよ。気を悪くしないでほしいんだけど、あんまり化粧をしすぎない方が綺麗に見えると思うよ。え？本当の君が見える方がいいな。あー、なんかいろいろ隠そうとして、化粧しちゃってるけど、なんかそれが逆に良くないみたいな状態なのかな。君の本当の美しさが見える方がいい。ベラは赤くなった。そばかす！僕の名前はコディ。
コディ。そばかすからコディに変わりました。覚えていないだろうけど、1年の時同じ授業を受けてたんだ。その頃も綺麗だったよ。ベラはますます赤くなった。コディはもうずっと美人になろうが、もうブスに戻ろうが、ベラのことが好きなんだ。時々一緒に遊ぼうよ。何がしたいの？君と一緒に歌いたいな。私もそうしたいわ。The end。The end。海外特有の2個マークじゃないですか、これ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。醜いアヒルの子、全4章だったね。まあ、なんか結構素敵なお話だったね。なんか、ここね、左上を押すと、人気ランキングみたいなのが出て、まあ、こんな感じでいうか、あれ？人気ランキングこれ3位なんだよね。彼女はどこ？彼女はどこはなんか一番初めに読むやつで、これ読んだんだけど、まあ、結構まあまあそれなりに面白かったんですけど、まあこんな感じで、いろんなものがあるんですよ。うわぁ！ホラー怖いなぁ！誘拐とか。はい、ということで、まあいろいろあるみたいなんで、またちょっと気が向いたら、やっていきたいと思います。サイエンスフィクション。恋愛とかもあるんだなぁ。俺恋愛じゃないんだ。醜いアヒルの子恋愛じゃないの？俺恋愛だと思うけど。はい、まあなんかいろいろあるみたいなんで、まあまた気が向いたら、ちょっと読んでみたいと思いますので、よろしくお願いします。うわ、フックス結構、なんか新しい感じだね。海外からやってきた、まあいろんな話が読める、なんかノベルゲームみたいな。まあちょっと俺の好みっぽかったので、やってみました。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価ボタン押してってね。レトルトさーん。